ちょっとどうぞ、何ラーメンおかんないですか。再生箱じゃないですよ、これ料金箱ですよ、これ。明日もラーメン食べられますように。毎日食ってんじゃん。よろしくお願いします。どうしたんですか、ここ。いや、ご利益ありそうですね。いやいや、ないですよ、これ。ただのラーメンですよ、これ。ラーメンどうしたんですか、ここ。どこですか。何ここ、何ここ。怪しい施設に来てますよ。何よ、ここ。何ですか、これ。あれ、ちょっとだけ見覚えあるんだけど。ちょっと見覚えありますね。見覚えありますね。日本ラーメン科学研究所。本当に火の鳥みたいなやつですか。なんだこれ、知らない。こちらがね、有名。これ見たことありますね、これ。ちょっと前回の新庄で、ね、ちょっとあの撮らさせてもらったけど、なんか撮ったんだけど、ね、気づいたらなくなってました、ね。ちょっとなくなりました、はい。こちらが雪松餃子さんですね。雪松餃子さん、はい、無人販売所でおなじみの雪松餃子さん、はい。まあ、新庄市にある場所なんですけども、はい、なんか隣に、そうなのよ、怪しいものが入ってますよ。これ気になりますね。日本ラーメンの冷凍の自販機じゃないよ、まあ、無人販売機ですね。まあ、あの日本ラーメン研究所だと分かるんですよ。日本ラーメン科学研究所って何なんですか。ちょっと怪しいですね。ね、科学ですよ、科学。なんかよっぽど自信あるみたいだけど。自信あるですね、このラーメン。自信のラインナップ、醤油、豚骨、豚骨と2つの味、いかがですか。いかがですか、仙台記者、そそりますか。買うよ。まだ興奮しないみたいですね。興奮はしない、ね、興奮のやつじゃないけども。3食入りで1000円らしいですね、うんうんうん。結構冷凍物だと1食1000円とかザラなんですけどね、うんうん、3食入ってから結構お得ですよね。3食入りですね。あ、ちょうど3人いるからね。で、今ほらお店が提供してるのは1食で1食分のほら、そうですね、1000円とか、はい、冷凍物の温める3食入ってんだから。3食入ってますから、すごいですよ。これはお得ですよ。チャーシュートッピングセット湯煎して温めても、チャーシュー、メンマ、卵、まあ3人前1000円ということで、ちょっといろいろ高いなってね思ったりしますけども、でも2つ合わせたらこれ1食666円ですかね、うん。まず切りがいいところでね。そうですね、まあ、数字合わせて、まあ、このまんま買うと酢のラーメンになっちゃう、うん、酢ラーメン。もし今トッピングを買うのであれば、はい、こちら下にもあるということでね、うん、まあまあうまっけりゃいいんですよ。まあ、うまければ。ラジオ科学研究所です。もうだってほら一人買ってんじゃん。一人買ってるってなんか嫌ですよ。一人しか売れてないみたいな。今日買ったんじゃないの、もしかしたら、ね。もしかしたら。ちょっと。もしかしたら。ね、もう早速ですけどね、豚骨といえば私ね。あ？うん、買いますよ豚骨。久しぶりだ、豚骨食うの。豚骨といえば山科なんですけど、最近醤油ラーメンしか売ってない。醤油ラーメンばっかり。インチで。いやいや、山形醤油美味しいからね。インチキ。そう、ちょっと。じゃあ、早速、買ってみましょうよ。買いましょう。こちら、はい、買い方が書いております。ラーメンをご希望の個数、ケースからお取りください。1箱3食入り、1000円税込みでございます。料金を、料金箱。再生箱じゃないですよ、料金箱に入れてください。料金箱ですね。お釣りは出ませんので、注意してください。何？ 1 枚は持ってます。はい、まあ難しくない。ここからこれ冷蔵庫になってます。はい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 、こちら冷たいんですか。冷たくなかったらおかしいでしょこれ。ね、おお、ビンビンビンギビンビンビンギビンギビンギもおかしい。おかしい、おかしい、キンキンですね。キンキンに入れております、パチンコチンですよ。はい、トッピングもトッピングもいっちゃう。トッピングせっかくだからね、買いましょうこれ。チャーシュー、卵、海苔、メンマ、胡椒も入ってるね。はい、ということで、はい、じゃあこれをお会計に行きます。で、お会計はこちらね、はい、2料金がこちらです。はい、こちら料金箱、足カメラにアピールしなくて。あっちで、あっちか、あっちか、はい、はい、入れます。1、2、怪しい、むしろ怪しい。はい、購入完了でーす。はい、ということで、ゆっくり食べましょう。じゃあ3人で、はい、はい、こちら購入編でございます。はい、無人販売所、いつでもラーメンが食べられる。はい、餃子だけではない。はい、食べるの楽しみですね。はい、いただきます。うわ、帰ってきちゃった。ということで場所チェンジいたしました。はい、ここはどこですか。いつも通り、私の席です。はい、はい、
詰め所のですね、はい、でこちらの方で、はい、このちょっと期待してますよ、日本ラーメン科学研究所さん、逆になってますけども、はい、本当だ、そうですよ、はい、こちらの雪松餃子の、はい、冷凍ブースにありました冷凍ラーメン、はい、この豚骨味、はい、いかがなもんでしょうか、ちょっと食べてみたいと思うんですけども、具材もあります、はい、これで1000円しましたからね、そうですね、2つで2000円、いやよっぽど美味しいでしょう、考えてみれば、うん、3食2000円だから700円以下です、結構ねお得で、そうですね、リーズナブルな、冷静に考えるとお得なのよ、そうです ね、 あ、問題は味ですよ、いいんですか、そんなこと言っちゃって言いたくないんだけどやっぱ味でしょ、まあ、うるさいからな、千の役者ラーメンにうるさいから、これアポ取る時にちょっと大丈夫ですか、ラーメンに関しては山形健二うるさいですけどなんて言っちゃいましたけどもね、ね、自分で話してるわけちょっと下手なことはちょっと言えないのもあるんだけども、申し訳ございません、ね、まあ、早速じゃあちょっといただきましょう、はい、はい、開封の儀、はい、ちょっとボリュームのあるやっぱり3色入ってますからね、そうですね、横に3色って結構多いですね、多いですね、はい、じゃーん、開けました、はい、シンプル3色入ってます、はい、じゃあ出してください、はい、見ますね、はい、はい、まずはまずはスープから、はい、おー、全然ですよ、全然全然全然ですよ、これなんか全然って全然に冷えてますよ、日本ラーメン科学研究所豚骨の黄金比数、黄金比ですよ、黄金比ですよ、黄金比、治癒ですね、これが治癒関係、治癒くなるとちょっとまだあれなっちゃうか、何系になっちゃうか、あのトントンじゃないですから、チーチーじゃない、もしかしたら鳥が入ってきちゃうからね、はい、こちらは3つ入ってますね、3つ入っております、はい、そしてで、この肝心の麺ですね、はい、はい、こちらが麺となります、豚骨の麺ですね、すごい、結構本当の細麺で、しかも結構生麺を凍らせたような感じになってますね、そうですね、なんかもう食べやすそうなんだけど、そうですね、スルッといっちゃいそう、これ豚って書いてますまあ豚骨ですからねはい、お、俺じゃない俺じゃない、はい、こちらがラーメンの中身となっております、ております、はい、でもう一つこちらにございます、うん、トッピングセットでございます、トッピングも一緒に売ってるんですよ、はい、便利ですね、トッピング、じゃあこちらの方 も開けていきたいと思います、はい、何入ってるんでしたっけ、はい、チャーシュー、チャーシュー、はい、卵、のり、メンマ、こしょう、粒お願いします、オープンでーん、あ、もう一個あったなんてこった、じゃあ改めましてオープン、はい、あ、みんな朝食用のり、のり、あ、ほんとだ、のり、いや、いいじゃない、いいじゃない、のりですね、はい、そして3個セット、卵、チャーシュー、あ、もう小分けにされてるんだね、はい、卵、チャーシュー、メンマ、そして小さいやつ、胡椒ですね、小さいやつ、小さいやつ、はい、で、以上となります、そうですよ、豚骨ラーメン、いいですね、いいですね、これ揃いましたよ、はい、で、作り方の方が役者が揃いました、はい、こちらの方ですね、はい、はい、まあ、スープの方をですね、スープを沸騰させるということで、スープに 360ml の水を加え、沸騰でございます、で、その沸騰させたら次はスープで麺を茹でるとなっています、うん、スープで麺を茹でるんですね、そのままじゃあ鍋は1個でできるんですね、これ、あ、スープで茹でるのね、はい、2つ用意することもないわけだ、はい、ラーメンの方は1つでできるみたいです、市販されてる冷凍とはちょっと違う感じ、ね、そうですね、作り方ね、で、こちらトッピングの方は沸騰したお湯で湯煎してくださいとなっておりますので、じゃあ早速ですけども、はい、いきたいと思います、それじゃあこちらに、まあ、具材用の お湯を用意しましたので、こちらの具材を湯煎していきたいと思います、カチコチでございます、あっち、あちょ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 やらなくなりました、はい、こちら蓋をして火にかけたいところなんですけど、はい、あとコンロがありません、何ということで、こちらこのまま放置したいと思います、素直だな、はい、編集でどうにもなるのに、はい、じゃあ次、はい、ラーメンの方いきましょう、はいはいはい、それでは早速スープの方を作っていきたいんですけども、うん、ちょっとカチコチすぎるんで、はい、ちょっとこれを溶かすために、うん、一瞬お湯でちょっとだけ緩めます、いや、そう、お湯で緩めます、あ、やばい、映っちゃった自分で言ってるじゃん、もうやばいやばいやばい、ポッと映っちゃった
あちゃ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 ち。これ待って、でもこれ本来だったらこれ茹でんでしょこれ。いやお湯も入れんの。そうですよ。1リッターのお湯。これで溶かしてからこうじゃないの。違う違う違う。あ違うの。お湯にスープを入れるって書いてある。あ水とスープ足すのね。そうですよ。そういうことなの。生じゃないですよ。ストレートではございません。へえ。これがこだわりなのかな、もしかしたら。楽しみですね。でも結構そういうの多いですよ。何ですかそれ。そう落とされましたよ。湯煎して終わりっていうのは結構多い。そうね、湯煎してパーでね、凍ったのをそのままかあの鍋に入れて出来上がり。結構山形のラーメン屋さんはそういうの多い、ね、冷凍自販機のやつはそういうの多いですね。もう本当にスープを、ね、冷凍したっていうだけの、はい、水と合わせる。それではこちら鍋の方に水を入れて火をかけていきます。ただこれ難しいのあるんじゃないのこれ。はい、これ 何リットルって書いてますか。 360ml ってことですよ。 360ml、 こんなの、はい、うちに計量カップなんかありますか。3倍したらいくらですか。3倍にしたら、1080ですか。そうですね、1080。はい、はい、よく出たね。これ何、分かりません。なんかありました。分からないけど。こちら、はい、底の方を見ると、うん、容量がなんと 1.3 リッターって書いてます。1.3 リッター結構近いですね。そうですね。ということは、まあ、大体このぐらい透かして残せば約1リッターになるじゃないですか。大体で目分量でいくんですか。目分量で、はい。いや、バーショーラインクオリティです、これが。測るものがございません。怒られちゃうよ、これ。クレーム来ちゃう、これ。ちゃんとやってください、皆さんは。皆さんは360ミリ。これって、すいません。もうこんなのしか容器なくてすいません。これ問題は鍋に入るからです。あふれるでしょ。あふれることないでしょ。はい、いきます。鍋にお水を注ぎていきます。待って、でもよ、はい、麺3つ入れたらすごいことなんだよね。いや、でももう大丈夫です。あ、そう。はい、お湯入れました。もうちょっと大きい鍋が、はい、もう大きい鍋がないんで、このままいきます。男らしくいきます。はい、ちょっとね、これって一食だよね。そうですよ、一食の割合なの。はい、はい、そうです。わかりました。では3食を今日今やるってことね。これ3食のラーメンに対してお湯360、うん、よっぽど少ないじゃないですか。うん、こんな感じになるといいですか。これが黄金比ですよ。はい、じゃあ添加していきます。お願いします。この湯がまた怖いコンロですからね。アナログです。火が強すぎます。はい、加熱。焼けてます。下が焼けております。火を加減しない人がいるみたいです。加減を知らない人がいる。はい、はい、誰ですか。なんで俺一番困るんですか。言いたくても言えないでしょ。、ね、はい、このまま、まず沸騰するの待つわけ、ね、沸騰するのを待ちたいと思います。はい、思います。戦狼じゃんけん始めるよ。勝っても負けてもチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、戦狼じゃんけん、じゃんけん、パワー。戦狼役者、なんか面白い話してくださいよ。もうトラウマなんですよ、僕は白糸滝ドライブインの、待つ時間の。戦狼役者、なんか面白い話してくださいよ。10分ぐらい一人喋ってたんだけど。あれ、三谷サイダーの話。こっちだね。三谷サイダーの話。俺、ラジオで三谷サイダーの話しなかったんだから。三ツ矢サイダーの面白い話があったんだけどな。なんでラジオで言わなかったんですか。だって佳代子さんが振ってくれなかった。そういう話。パーソナリティが結構真面目な方だったからってことですか。先導役者が、はい、先日芭蕉ラインは館を解体して夏船に交換したんですけども、その日朝私コンビニに寄ってジュースを買おうと思ったんですよ。で、某サイダーの新フレーバーが出てたんです。あ、これちょっと興味あるなということで買ったんですよ。朝3口ぐらい飲んで、で、これから作業始まる時にちょっとこう移動する際にこうトラックにこうポンって置いといたんですよ、サイダー。トラックの荷台にね、はい、で、後で飲もうと思ってポンと置いといて作業してて、午前中お昼休憩の時にちょっと別個の差し入れの飲み物があったんで、それ忘れてたんです。で、お昼になって、そうだわサイダー持ってると思って飲もうと思ったらないんですよ。どこにもどこにもないんですよ、このサイダーが。あれ、どこに置いた。トラックに置いたんだけどな。さっきからトラックがこう途中窓ガラスをこう何度も運んだりしてるんで、その際に落としたのかなと思ってちょっと見に行ったんですよ、通ってるコースだったり。ないんですよ、そこにも。どこ行ったのかなと思って運転してた人にも聞いたんですけど、 あったような気がしたけど分かんないな。で、先頭役者にも聞いたんですよ、そこにサイダー乗ってなかったって言ったら、
あ、俺飲んでたと思って捨てたわあ、まずいよねっつって捨てましたあの味まずいよねとか言って捨てましたあれね、ちょ俺の飲みかけだと思って捨てたわとか言ってあれはあの本当にね、その前に私買っててそれの行方がどっか行っちゃったのよ。ほんと進まなくて飲み口合わなかったんで進まなくて、あれそういえば俺これ買ったけど俺こんなとこに置いてたんだと思っちゃった。自分のものだと思っちゃったの。あ、こんなとこにあった。もう常温だし、うん、2日ぐらい経ってたかな。うん、もういいやと思ってね、これで捨てちゃった。だって2日前に買った際で普通トラックに置かないでしょ。何してる。いや、作業してるたりしてたからね。普通2日前の際で置かないでしょ、まあ、はい、ということで三ツ矢サイダーのシンプルエイダーは3口しか飲めませんでした結局言っちゃったよ、メーカー先導役者のおかげで3口しか飲めないという話をしている間にお湯が沸きました。はい、沸きましたよ。お湯の方が沸きました。こちらのスープを入れて溶いていきたいと思います、はい、では私がスープを入れますので先導役者は溶く係をお願いします、うん、はい、それではスープの方を入れていきたいと思います。日本ラーメン科学研究所豚骨の黄金比スープを入れていきます。黄金比ですよ。久しぶりや豚骨食うの。はい、マジックカット。こちらからどちらでも切られます。でもよく見てください、切れ目が入ってますそんなとこそこも紹介するの。ああ、切れ目入ってますよ。切れ目入ってますよ皆さん、切れ目入ってますよ。あ、切れてます、もしかして。ああ、切れ目入ってます。あ、切れてますよ。あ、切れてます。切れ目入ってます。切れ目入ってますよ。まだ凍ってるか、ほら脂身が。はい、スープをドーン。あー、これ、はい、スープをドーン。あ、ちゃ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 。はい、続いてのスープもいきます。どうぞどうぞ。あ、ラーメン屋さんの匂いしてきたぞ。もう早いですね。ラーメン屋さんの匂い、ラーメン屋さんの匂いっていいですね、斬新ですね。どんな匂いするんですか。何が欲しい。何欲しい。どんな味するんですか。どんな匂いするんですか。会話のあれね。そうそう、あ、ごめんごめん、全然してもうこっち集中してた。ごめん、めっちゃ集中会話してたの今ね。さすが先導役者、こっちに集中してたから。もうどんだけラーメンに集中してるんですか。大事なことだから黄金比だから。黄金比だから。別に黄金比はそこにかかってないですよ。黄金比、もうここに黄金比が詰まってるんですよ。詰まってんね。ただほら、不安なのは私どもはこれで計量しちゃってるこれで計量してる。いやいや、でもそれで満タンで 1.3 リットルって、うん、そうさんが言ってるんですから間違いないですよそう出ちゃってるそうしか出してないですよ。マイティーそうかもしれないじゃないですか。あー、これもうほら沸騰し、沸騰してきてるよ。すごい、なんかすごいいい匂いする。豚骨いいのこれ、はい、沸騰してきました。はい、ラーメンの方入れてきます。はい、麺入れます。はい、麺の茹で時間ありましたね。はい、麺の茹で時間は2分なんですけども、はい、まずラーメンを入れたら30秒放置してくださいだそうです。あ、このまま。はい、はい、私ちょっと油で滑って切れなくなりました。何、2分半ってこと。いや、2分30秒放置したのちに、ね、1分半。そうそうそう、やばい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 、あー、溢れろ溢れろ、やばいね。いや、うまそうよ。もうこの、え、ちなみにこれ時間測るのはどんな、どうやって測るの。先導役者、タイマーお願いします。先導役者、タイマーお願いします。目分量なんだから、ちょっとスマホを使えない先導役者の図。タイマーなんて俺アプリねえで。時計についてますよ。時計ついてね、ごめん。おじさんです。先導役者はおじさんです。待ってね、本当に分かんない。はいはいはい、ね、はい、待ってね、いいですかおじさん、おじさんはこれ今6になってるんだよ。何分だっけこれ。2分ね。2分ですね。あら、2時間になっちゃった。おじさんでーす。はい、行きます。いいですか。はいはいはい、行きます。じゃあ麺を投入します。はい、はい、投入。レッツゴーレッツゴー。はい、30秒後にかましてください。はい、ただいま1分53秒52。はい、ケモケモしてください。先導エクサ30秒後にいや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 、ちょっと火力をアップしないですか。まだね、今38、37、36、35。1分ね。30秒。はい、30秒経ちました。30秒経ちました。はい、じゃあケモケモタイムということで、こう麺をほぐしていきます。わあ、間違いないよこれ。よだれ入りそう、こんな。よろしく頼むぞ。
結構濃厚だな。濃厚ですか。ドロドロ感がすごい。はい、その間に私はトッピングの方をお湯を捨てます。温かい、全部溶けてます。それではお湯の方を捨てます。もう火いいんじゃない。3、2、1。はい、ということで2分経過いたしました。はい、はい、これですね。天道役者伸びる前に早く麺かのがいいのかな。はい、麺をまずはじゃあ均等に分けてください。均等じゃなくていいよ、3%ってください。天道役者、今日はあのドラえもんを歌いながら鼻からラーメン出して張り切ってる。具材の方を乗っけていきます。はい、ドーン。はい、具材をドーン。すごい贅沢だね。じゃあスープの方をお願いします。はい、豚骨豆乳でございます。豚骨ラーメンの儀。うまい。うん、こぼすのは愛嬌。はい、ちょっと待ってくださいね。いろいろ消えたな、そいつ。お願いします。見た目も最高じゃん。できました。はい、はい、完成でーす。はい、こちらが日本ラーメン科学研究所ということで、はい、この大喜利の豚骨でございます。豚骨ラーメン完成しました。はい、伸びる前に早速食べましょう。いただきます。はい、じゃあ早速先導役者食べちゃってくださいよ。じゃあお願いします。いいですか。はい、まずはスープから。はい、うん、いい香りしてますね。香りもいいな。うん、グッズね。いただきます。あはははいいいい出ました。いいが出ました。何何なんですか。よくこれ冷凍のクオリティ超えてったんだよね。これ超えたんじゃないですか。早く麺もいっちゃってくださいよ。うまい、この塩味がいい。あ、ごめんなさいね皆さん、すいません。うわ、久しぶり豚骨食ったけどうまいな。チャーシュー脂乗ってるしね。チャーシューいっぱい入ってます。遅め、いただきます。いかがですか。細麺だから最高だ。豚骨はやっぱり、やっぱり豚骨には細麺、これじゃないとダメだわ。はい、うわ、替え玉してチャーシューなんかも入ってるんですか。そうだね、これちょっとチャーシュー何枚入ってるんですか。3枚入ってますね。3枚も入ってますよ、チャーシュー。だってもう見るからに油乗ってんじゃん。いいですね。うん、やわらか。あ、どうもどうもこんにちは。どうもこんにちは、先導役者です。ね、申し分ない。目が出ました。これ3食1000円。ありがたいな。あ、ね、あのトッピングは今回入ってますけども、3食1000円、まあ、だいたい一室340円ぐらい、2食340円。それにトッピングを足すと、まあ、さらに一緒、680円、700円切るぐらいとなってます。はい、ということで、じゃあ、早速、乾杯さん、いかがですか。めっちゃ伸びてる。伸び伸び、柔らかいんです。わあ、もうこれね、豚骨ラーメンは針金以外許せないんです。粉落としから針金の間が一番好きなんですよね。まずは匂いから。うんうん、豚骨のいい匂いがしますね。あ、スープもちょうどいい割合。うん、1080リット入ってます。1080ミリリット入ってます。そうね、だからなんか。薄くないし、そうですね、ちょうどいいですね。ちょうどいい。麺の方もいただきます。細麺がいい、合う。やっぱり豚骨ラーメンには細麺。強いて言うならもうちょっと硬さが欲しかった。撮影の都合上伸びただけだった。これ、入れてみたらいいんですか。先生、味変、胡椒。胡椒って入れます。入れないです。入れないよな、あんまり入れてないです。でもラーメンにはそういう方が多いから。いいですね、すごいドロドロの濃厚加減、見てください、このスープ。いいよ、全然。このドロドロ、ドロドロ加減見てください、ほら、このキュッとこうなくなる感じ、うん、いいですね。うん、うん。胡椒ですから冷静にはないです。胡椒が入るとどうなりますか。うまい、やっぱり、ニンニクとアクセントが出ますね。美味しいですね。
もう一個食レポって難しいね。ちょっと入れてみますか。あ、黒はいない。マジックカット、これは切れ目入ってません。胡椒の方を足していきます。胡椒を合わせて、胡椒入れたところから、あ、いいですね。味にアクセントが出て引き締まりますね。やっぱりちょっと辛みが出ることによって、この豚骨の甘み、クリーミーさにさらにこうキュッとこの辛みが入って味が引き締まる感じがしますね。この濃厚さにマッチします。今の前何ですか、どうですか。じゃあ皆さんで食べていきましょう。はい、皆様食べてください。このクオリティはいいんじゃない。クオリティはすごいですね、うん。またこの見てよ、卵すごい、卵プル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 、卵も取った方がいいんじゃないですか。食べないくらいプルプル。ほら、腹てますよ、腹てますよ、君が、あー、早い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 、早く食べない、早く食べない。うめ、冷凍だもんね、これ、うん、すごいですよね、冷凍なのにこのトロトロ具合、すごいうまいな、すごい満足するんだけど、うん、これが無人販売所で買えるわけですよ。24時間買えるわけですよ。もし鮮度役者がちょっとこうどっかから帰ってきて、夜、あ、お腹空いた、どうしてもラーメン食いたいってやった時に、なんと食べられるんですよ。やば、これうまいな。うまいよ、ね、これ別腹だわ。チャーシューもうまい。一食なら冷凍わかんだけど、三食だからこれ、うん、実際に買い玉2回したら普通の豚骨ラーメンも1000円近くするんじゃないですか。実際お家で食べる際は最初の一玉だけスープで割って食べて、ちょっとあの替え玉したくなったら隣でコンロでお湯沸かして、そうね、さっとこう麺だけ入れて替え玉シュッて入れて、うんうん、いいんじゃないですか。お家でお店ごっこができます。すごいクオリティですね。王鵬の方があれだけ自信持ってるのがすごい分かる、うん、これこれは本当に自信を持って出せる豚骨ラーメンですね。こういうラーメン屋がちょっと山形にも欲しいのよ、この豚骨系で勝負してくれるような。山形は豚骨ラーメン屋さんが少ないですけどね。ないからね。うまい。完食。これはもうもう一個もう一種類あったら醤油ラーメンの気になります。次は醤油ラーメンと餃子で会いましょうです。これチャーシューのクオリティもすごいですね。うめチャーシュー。これだってチャーシュー、このチャーシューが9枚入ってるんです。で、味玉3つです。メンマもついてる。で、1000円です。ただね、欲を言うならもうちょっと切れ時に食いたかった。申し訳ございません。それよく言いすぎる。10時なってません。あー、うまっ。本当にね、恐れ入りました、まあ、あの本当にドラネルで初戦っていうところありましたけど、やばいね、このコーヒー系めちゃめちゃ高かったです、うん、やめましたか。はい、 ありがとうございます。いや、本当に恐れ入りました、はい、完食です。ごちそうさまでした。はい、もうお腹いっぱいで金はいらないですけど、もう無理ですけど。いや、もうじゃない、2回くだらない。午前中だからまだ10時になったばっかだからね。いや、かなりのクオリティでした。そうですね。いや、恐れ入りました、これ本当に。これ本当にスープも生でそのまんま茹でて麺だけ入れて食べるみたいなクオリティのラーメン、うん、ほぼ変わらないです。変わらない。もうほぼそのクオリティがこの中に入ってます。ましてや3食だから。三食。うわ、いい仕事してるわ。豚骨ラーメンだけ言ったら本当に一杯340円。あのチャーシューの油といい、卵の半熟といい。そうですね。トッピングもすごいですね。あれは贅沢だ。ただこのトッピングに関してはこれはなんともう一つの醤油の方でも使えるということで。何？もう一個書いてた。魚介だし醤油の黄金比を。なんともう一種。もう一種。2種類あったのこれ。あそこの販売所にはなかった。2種類しかなかったと信じるには。なんともう1種類あるらしいですね。どういうことですか。魚介だし醤油があるみたいですよ。気になりますね。ちょっとこれこれますますこれ増えてくるんじゃない。ましてそうですね。ましてやこの麺王国山形では手軽にラーメンこれで24時間無人販売所1杯340円。はい、これはもう全国にありますので皆さんちょっと探してみてください。はい、はい、嬉しいですね。これちなみに新庄さん、新庄市の方では雪松餃子さんの、はい、と隣接されて一緒の販売の場所の中に入っております。入っておりますので、ぜひ、取り掛かった際はこちらの日本ラーメン科学研究所の冷凍ラーメンをぜひ食べていただけたらと思います。もう何もしてくれよし、さあ寝ますか。はい、おやすみなさい。
チャンネル登録もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.